でも私は今日ものすごい久しぶりな公演だったわけですよ。でだからね、こう今お家に帰ってきて9時まであと30分あるわけじゃないですか。あと30分、そのすごい迷ったのよ。ちっちゃいもんの配信があるからショールームしない方がいいかなとかって思ってて、なんだけど、いやでも久しぶりの公演だからこの30分を無駄にしたくないと思って鉄は熱いうちに打てと言いますが、なんかもう本当に早くね、みんなにこの今日の公演の感想を話したかったので、いやちょっとこの30分待つのめちゃくちゃもったいないなって思って、この後9時からちっちゃいもんの配信が公式のショールームの方であるんですけど、まあそれはみんなと一緒に、せっかくだからみんなと一緒にじゃあ見ようじゃないかということで、はい、だからね、ちょっとまあ始まるまでの30分間は今日の公演についていろいろお話ししたいなと思います。はい、というわけで久しぶりの公演ありがとうございました。ちょっとじゃあテロップ書いとこう入るかな。ああ無理無理無理、これならいけんじゃない？いいじゃんいいじゃん。フォローしました、ありがとうございますというわけで、はい、あちょ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 、久しぶりの公演ありがとうございました。めちゃくちゃ久しぶりだったユニット公演。なんかさ、やっぱ日向さんがずっとさ舞台にさ出てらっしゃったからさ、やっぱ日向おかえりみたいな熱があるわけじゃないですか公演日向おかえり熱がすごい中で、いや私もユニット公演めちゃ久しぶりだなみたいな感じだったんですけど、でもすごい楽しかった、嬉しい本当に。やっぱさ、私がさ公演さ今まあね、ドラさんもでも発表されましたよ皆さん。ちょっともう話したいこといっぱいすぎて渋滞しちゃう、30分の間に収まりきらない収まりきらないけど、そうなんですよ、なんと5月の25日になんと4ヶ月ぶりのねドラさん公演があるんですよ。だからちょっとさ、しばらくさこのアイドルエッセンスしかなくってさ、ひなたおかえりみたいな感じだったけど、今日いや私もめっちゃユニット久しぶりみたいな感じだったから、ようやくねこのやっとアイドルエッセンスとドラさんの両立が叶いますドラさんおかえりですからね、4ヶ月ぶりだから。でちかなの生誕以来やってないから、そうなんですよ、だからねその時にはドラさんおかえりって言ってくださいねというわけで、私も今日は本当に久しぶりの公演だったのですごいね緊張したんですけど、でもやっぱ私がしばらくずっと公演なかったから、私もドラさんやってなくってアイドルエッセンスしかなくって、アイドルエッセンスも2ヶ月ぶりとかだったからずっと公演出てなかったからね、私のファンの方もめちゃめちゃみんな待っててくださって、だから今日劇場にもすごいファンの皆さんいっぱい、私の主催ね、振ってくださるファンの方がたくさんいらっしゃってめちゃめちゃ嬉しかったです、ありがとうございました。え、なにこれ今日向さんが写真送ってくれた日向ねえ、今日のさ劇場のさ黒板見ました？何かわかった？スモアの黒板、みんな今日 何イメージしてたか分かります？しかもなんか NCT の公式からも変なの届いてるよ。5月の個別生写真バージョン2は聞こえますか？あなたの心に直接呼びかけています。5月の個別生写真バージョン2はみんな大人っぽい衣装になっています。あざとニットなので大きな声で宣伝するとあざと警察が来るかもしれません。SNS にオフショットを楽しみに SNS に上げるオフショットを楽しみにしている人がいるかもしれません。忘れないうちに生写真を今のうちに忘れないうちに生写真を今のうちに予約しておくといいのです。
え、聞き取れなかったですって。大事なことなので大きな声でお伝えします。生写真のご予約、ま、始まってます。何これ。ちょっとびっくりした。一緒に送られてきてたわ。見ました。というわけで、じゃあ生写真の方もよろしくお願いします。違う、その話じゃないのよ。そう、今日のね、あの黒板スモアはね、なんとあのビレバン風、ビレバンわかります？ビレバンのさ、ポップあるじゃないですか、あれをイメージしてね。てか私は水色に塗っただけなんですけど、私は自分の名前と中を水色に塗っただけなので全然貢献できなかったんですけど、あの今日はビレバン風の黒板だったんですよ。そう、それでその今黒板の写真を日向さんが送ってくださったのよ、スモアのグループに。でもなぜかその最後に青のちっちゃい頃の写真を送られてきた。なんで？可愛いけど、可愛いけどめっちゃ青がなんか怒ってるちっちゃい頃の写真一緒に送られてきた。なんで？いや楽しかった本当に。さあ、ヴィレッジヴァンガード風のポップ、なんか黄色い紙がいっぱいペタペタ貼ってあるじゃないですか、お店の中に。あれ風だったんです。私は全然貢献できなかったけど、今日のヘルコアンで劇場デビューしました。嬉しい、ありがとうございました。今日ね、女の子の方めちゃめちゃ多かった。多分リカさんもいらっしゃったから、リカさんのファンの方もそうだと思うし、もともとスモア結構女性の方ねたくさん来てくださるから、今日女の子めちゃめちゃ多かった。嬉しい、ありがとうございました。初見です、ありがとうございます。こんばんは、ぜひフォローしてくれると嬉しいです。そう、それでね、今日はまあ久しぶりの公演だったわけですよ、スモアね。そうでね、何から話したらいいんだ本当に、何から話すべきなんだ、めっちゃ難しい。あ、そう、本当はさ昨日前髪切りに行こうかさすごい迷った結果さ、結局昨日切りに行かなかったの。でも後々考えたらさ、昨日前髪切りに行けば今日の公演は万全の前髪だったし、で昨日ねすっごい欲しかったリップがネットで買えなくって、伊勢丹に行けば買えたかもしれないのね。でもちょっと出かける予定がなかったから、リップのために出かける気力がなくてやめちゃったの。でもさ、美容室に行くっていう別の予定があれば、そのために結局バンダイの方に行くからリップ変えたやんって思って、だから昨日前髪切りに行けばよかったなって、失敗したなって思ってて、昨日前髪切りに行きリップも買いだったら、もしかしたらよかったんじゃないかなってちょっと後から後悔したのよ今日。なんだけど、まあこれはみんなが良かったというか悪かったというか分かりませんが、ちょっとそのおかげでね、前髪がちょっと今日長かったんですよ。で昼公演はまあなんとかそのまま前髪出たんだけど、なんだけどちょっとどうにもこうにもね邪魔でね。そう、前髪長くても可愛い、ありがとうございます。そう、長かったのよ。だからさ、今日はちょっと夜は流してみました、おでこ。レアですよ、私がおでこ出すの。本当にもう究極に前髪が長い時か、あの生誕祭であの髪型指定された時しか私おでこ出さないから。あとはまあでもメールでめっちゃすっぴんの時はおでこさらしてるんですけど、公演とかでは本当に前髪分けることほぼないから、まあちょっと昨日ね前髪を切りに行き損ねて、あ、失敗したなって私は思ったんですけど、まあ、今日劇場に来てくださった方、まあ、特に夜公演はもしかしたらレアだったということで。そう、ロードモバイルの時も確かにあの日は前髪長かったんだっけ。そう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 、そういう時しかしないからおでこ出すの。はい、レアですよ。だから次17日に公演あるんですけど、17日にはもう前髪切ってるので、17日はちゃんとちゃんとした、はい、私で、いや気分がちゃんとしてないとかではないんですけど。はい、
ローモマの時よりも分ける割合変わってない。え、それがさ、それが聞いてください。あのね、今日そのもう夜公演前髪分けようって思って分けてたので、最初はね これもこっちにいたのよ多分。これはさすがにないこんぐらいで分けてたんだけど、そしたら日向さんがもうちょっとこっちが多い方がいいって言ってくださって、そう、ちょっともう本当の脇目分かんなくなっちゃった。それでそう、日向さんがもうちょっとこっち増やした方がいいよって言ってくださって、この分け目になりました今日は。だから多分ねこの前とね分け目が違うんだと思う。この割合やっぱさすがだわ日向さん、さすが日向さんのおかげで本日の前髪決まりました73から64へ、やっぱ64か、さすが初見です、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。大人っぽい本当。でもさ、ハーフツインしてたからさ、ハーフツインに前髪出してんのちょっと面白くない？でもそしたらメイクさんがそれこそ一昔前の AKB みたいって確かに確かに、一昔前の AKB はみんな前髪分けてたね。しかもハーフツインとかね、ありがちだったよね。確かに面白い。こんぐらい？こんぐらいの分け目？もともと私こういう前髪の作りじゃないからさ、めちゃくちゃ目にかかるんだけどさ、こういうこと？めっちゃ一昔前の AKB みたいなそう、でもほらカチューシャしてたからさ、ハーフツインあんま見えなかったから、まあね、そう、眉毛っぽい。嬉しい、そんな恐れ多い、ありがとうございますなんかでも私本当にちっちゃい頃からずっとパッツン前髪で過ごしてきたから、その人メイクさんが言う一昔前の AKB の頃もめちゃくちゃハマってたけど、なんかそのこの三角前髪は自分で作れなかったっていうのは、そのやっぱおでこ出したくなくて、ずっとちっちゃい頃から。だからなんかたとえ AKB がめちゃくちゃ好きでもこの前髪が流行っててもやらなかったの、ずっと。まさか本当にアイドルになってからこの前髪する時が来ると思いませんでした。今後もしないと思います今後もほぼすることはないと思います、見納めということでそうでまあちょっと夜公演はこんな感じでね、髪の毛出てたんですけど、ちょっと聞いてほしい本当に今日の夜公演。まあ、久しぶりの昼公演、昼夜公演でね、なんかめっちゃなんかね今までよりも声が出た気がするの。ちょっとわかんない、これは個人的感想なんだけど、なんか昼公演の時、まあ、相撲は2ヶ月ぶりとかだったんですけど、なんか今までめっちゃ歌いにくいなって、声出しにくいなって思ってたところが結構出て、なんかマイクの音量上げてくださってたのかわかんないけど、なんかめっちゃ声量ないって思ったんですよ自分で。マイクの音量上がってただけかなそう、そうだよね、なんかちょっといつもよりも声出てた感じあったよね。なんかだから俺2ヶ月ぶりだからめちゃくちゃダンスのレベルも下がっちゃったかなとか、声ずっとさ卒業公演でしか歌ってなかったからさ、歌えないかもって思ったんだけどさ、なんか今までのスモアの中で一番結構歌が声が大きかった、声が大きければいいってことじゃないけどくて、なんか自分でもびっくりしてたんですよ。でもそしたら夜公演めちゃくちゃ音外しちゃった。めっちゃ聞いてください、めちゃくちゃね最初のね弱い日差し見たいにってめっちゃ裏返っちゃって、そう、なんかあれめっちゃ今日声出るじゃんとかって昼調子乗ってたら夜思いっきり裏返しちゃったの、一発目から左腕で。でしかもね、あの意外にマンゴーでサインボールをねいつも投げてるんですけど、今日その夜公演でね、いつも私その意外にマンゴーのサインボール下手側に投げてるんですよ。自分の歌割りが来る前に下手側で多分 DMM めっちゃね映ってたと思うんだけど、
え、DMM でも声出てるって思った。嬉しい、ありがとうございます。後でちゃんと自分でも見返すね。そうDMM の記憶聞こえた、嬉しい。それでね、私いつも意外にマンゴーのサインボールは自分の歌割りの前に下手側で投げるんですよ。で今日ね、その一番最初つぐみさんが歌ってるんですけど、 A メロのところで、つぐみさんが歌ってる間に私がいつも通り下手にボールを投げたわけ。そしたらなんか変な投げ方をしちゃって、天井にガツンってぶつかって跳ね返ってステージの上に戻ってきちゃったんですよ。それでなんかスピーカーの近くまで行っちゃって、このさ花道のさスピーカーの横ぐらいに跳ね返ってきちゃって、そう、それででもやばい、自分の歌に来ちゃうってなってとりあえずまずボールを急いで拾い、なんだっけ、え、日差しに背中を焼きすぎたスパイス、あ、そばにいるだけでって、まだすいませんボール投げてませんみたいな、そばにいるだけでって言って、でその後投げたのね、投げたんだけど、今度そしたら投げるのに次こそ跳ね返ってこないでくれって思って投げたら次の歌割り忘れちゃって、そう、そばにいるだけで意識してしまうって歌わなきゃいけなかったのに歌うの忘れちゃったんですよ。でしかもいつもこの歌割りの間に下手から上手に移動して上手の花道側のカメラのところに行くのに、あのそこで失敗したおかげで私の下手の滞在時間がめちゃくちゃ長くなっちゃって上手側に全然移動できなくなっちゃって、だから歌割りは違う、ボール投げるの失敗するわ、歌割り忘れるわ、下手に、あ違う、上手に移動できないわ、でもうねちょっと大変だったんですよ。そうなので、しかもさもうさめちゃくちゃそうカメラに謝った、でもさカメラに謝ったけどさ、正直さカメラで見てる人は何が起こったか分かってないよね。だからさ謝っても なんで謝ってるんだろうみたいになっただろうなって思ってやったから、もう全てが反省、意外にマンゴーめっちゃ焦っちゃった。でしかもそのまず急いで拾って歌割り歌って、その後めちゃくちゃ急いで投げて、まあ、歌割りその後忘れてたんだけど忘れちゃったんだけど、その後急いで投げて、でもさ上手側に移動しなきゃいけないからもうそっちに意識がいっちゃって、2回目に投げたボールが最終的に誰の手に渡ったかとか、なんかどうみんながどう取ってくれたかとかが全くそっちに意識がもうなくて、え、どうあったかなと思って、だから本当にもうその後めちゃくちゃ気がかりで、あの後ボール大丈夫だったかなみたいな。そうだからとりあえず、まあ、再終演して挨拶してこうありがとうございましたってやってる時にもう一目散に下手側に行って大丈夫だったかなボールと思ってみんなに謝りに来ました、下手側の皆さんに。もう本当に大変申し訳ありませんでした。そうボールがね1回目は天井に行っちゃってそのままステージに跳ね返ってきちゃったんだよね。なんか多分天井にぶつかったのを落ちてきてファンの方が拾ってたんだけど、それが跳ね返ったんだと思う。さすがに天井からそのままステージに来てなかったはずだから、そうボンボンボンみたいな感じだったのよそうなの、だからうまくボール投げれなかった、悲しい。だから昼もちょっと怪しかったんだよな昼もちょっとなんか投げ方怪しくて拾えたかなみたいな感じになっちゃったんですけど、17日は気をつけます。そう、私がボール投げるのは下手側なので、あの下手側の席に座った皆さんはぜひちょっと私のボールを狙ってくださいそうでもリベンジできる日がさこんなにすぐにあるとすごい嬉しい、嬉しい、すぐに次こそ頑張るぞな気持ちです。でも本当に今日久しぶりの公演だったんですけど、なんかわりかし声は出てたと思うし、振りもなんかものすごい間違ったとかではなかったので、まあ、ちょっと間違っちゃったんだけどだったから、17日はもっといい声にできるんじゃないかなと思って頑張ります。でも本当にその久しぶりだったから多分私のファンの方もね、私が出る公演をずっと待っててくださったと思うから本当になんか今日は
こう自分の推し祭とか振ってくださってるファンの方もすごく多くて、そう、もうねレス送りきれないぐらいめちゃくちゃいらっしゃって嬉しかったです。ありがとうございました。そう、あとね、もう私劇場公演がさ、いつも卒業公演だったからさ、出るのがだから本当にユニット公演が2ヶ月ぶりだったんですよ。それでずっとファンの皆さんからのプレゼントを受け取れてなくて、そうで今日ねやっと受け取れたんですよ。いくつかお便りとかなんかさ、中にはさ冬物届いちゃってさ、なんかスヌードスヌードと手袋届いちゃって、これはいつ送ってくれたんだろうと思って本当に申し訳ない。来今年の冬に使うね、来年じゃなくて今年の冬使うね、本当にありがとうございます。 1年約1年ぐらいちょっと眠らせておくわ。ありがとうございます。手袋とか届いちゃったからどうしようと思っちゃったよかったです本当にそう、あとね、あとそうそう、ファンの皆さんからもあのいくつかこうプレゼントだったりとかお便りとか、お便りの中に年賀状まで入ってたからさ、ちょっとでも年賀状前も受け取ったのよ、だから多分その時受け取れなかった分だと思うんだけど、年賀状とかも入ってたから本当になんか今5月だよって思いながら申し訳ない気持ちになったんですけどそう、でもね、でも多分これはね最近届けてくださったやつだと思うんだけどね、そう見て、皆さんからのね、そのキャプテンの就任祝いのね色紙をいただきました。嬉しい、サプライズだった本当に。なんかファンの皆さんからの普通のこうみんなが個人的に送ってくださるプレゼントと一緒に入ってたから、なんだこれはなんか新聞紙にくるまれてたのね。そうだから、え、何のプレゼントだろう、なんか絵本でも届いたのかなって思ったの、誰がこんな絵本送ってくれたんだろうとかって思って開いてみたら色紙が入ってて、そうキャプテンのね就任祝いのね色紙が、しかも2冊も届いたの、本当に嬉しい、ありがとうございます。書いてくださった皆さん、そうしかもね本当になんかいっぱい書いてあるの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,159,160,161,162,163,164,155,156,167,168,159,160,161,162,163,154,155,156,167,168,159,160,161,162,
った33で、こっちがじゃん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,53,54,55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 ,
86人も書いてくれたの、私のキャプテンのお祝いのメッセージ本当にありがとうございます、嬉しい。86人も書いてくれたの、ありがとうございます。そうだから公演前にね読ませていただいたのね。そうで公演前に読んだらとってもジーンとしました、本当に嬉しかった。なんかねまだまだキャプテンとして不慣れで、あなんで自分がキャプテンになったんだろうなって思うこともすごいいっぱいあるし、なんか周りのメンバーの方がね意見できてたりとか、そうなんで私がキャプテンになったんだろうってもうすでになって1ヶ月でそんな風に感じちゃう時もあるんですけど、ほらしましたありがとうございます。そうでもなんかこのねみんなからのねメッセージを読んでねとってもなんか元気になりました嬉しかった。これまたねここの棚にね飾らせてもらうね、ちょっとね飾る場所がねまた少なくなってきちゃってね、ちょっと綺麗にして飾りたいと思います。ありがとうございます。だってさあそこに飾ってあったさ色紙って、あこれ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 だって劇場公演、劇場公演出演回数100回おめでとう、あれこの前200回お会いしていただいた花束だからその時も色紙もらったし嬉しい。いろんな時にね生誕のメッセージだけじゃなくていろんなお祝いのためにこうやって色紙を書いていただけて本当に嬉しい。ちょっとじゃあみんなスクショしといて後でツイートしようと思っててさ、もう写真まだ選べてなくてさ、みんなじゃあこれスクショしといて、ありがとう書いてくださった皆さん。
嬉しい、大事にするね。ありがとうございます。かなり前だったから何書いたか忘れた。あ、でもそっか、だってキャプテンに、私がキャプテンになったのは4月からだけど、そっか、キャプテンだって発表されたのは1月だから、あ、そっか、ちょっと待って、そうかそうか、あれ、みんなこれ いつ送ってくれました？あ、ちょっと待って待って、年賀状が今日ちょっと数枚届いてたのよ。あ、キャプテン就任おめでとう。あれあれ、これはちょっと私がキャプテンになってからまだ1ヶ月とかだったから、あ、これは多分最近届いたやつだったんだなとかって思ったんだけど、あれ、なんか違う。あれ、でも確かに私がキャプテンだって発表したのは1月10日だったから、すいません、本当に公演出てなくて大変申し訳ございません。ちょっと最近届いたものだとか思ってたけど、もしかして、もしかして違うかもしれない。でもこうやって無事にね、無事にちゃんとキャプテンになってから届いたので、はい、ありがとうございます。無事に届きました。やっぱさ、そのキャプテンになる前にさ、キャプテン就任おめでとうって言われるのと、実際自分がキャプテンになってからおめでとうって言われてこうやってメッセージをもらうのとは全然違うなって思ってて、やっぱなってみて感じることとかもまだ1ヶ月ですけどいっぱいあるし、なんかそう思ったら、なんかキャプテンになってからこそこの今のみんなからのメッセージを読んで、すごい、あ、頑張ろうっていう気持ちになれたので、そうだからよかった今届いて。今届いてよかったです、本当に。あの、なんで私がキャプテンになったんだろうなってすごい不安な気持ちになった時は、これをもう一回見て、はい、これからキャプテンとして頑張っていこうと思います。ありがとうございます。さあさあさあ、今58分なので、そろそろね、9時からちっちゃいもんの配信が始まるので、ちょっとみんなそろそろ準備しない？私は携帯でショールーム見るね。みんなもあの、ぜひ二窓とかしてくれたら嬉しい。じゃ、イヤホンつける。見て、私のエアポッツ。私のエアポッツだよ。間違って日野のショールーム開いちゃった。間違っちゃいないけど、間違っちゃいないけど日野のショールーム開いちゃった。待って待って待って、ほら、ちょっと開いて待ってよ。あれにすればよかった、ケース、これじゃなくて立てられるやつにすればよかった、めちゃくちゃ不安定。まあいいか。久しぶりの公演で疲れなかったですか？え、それがさ、いや多分疲れてる、めちゃくちゃ疲れてるんだけど、すごいやっぱ楽しかった気持ちの方が大きくって、久しぶりにこうアイドルできたので、そうだから今だって公園から帰ってきて、このショールームするのに私床で床でてか床に座って配信してるんですけど、なんか座った瞬間に正座したら足がめちゃくちゃなんかパンパンで、そうだから、あ、疲れてるんだなと思ったんですけど、足が、あ、始まった、疲れてるんだなと思ったんだけど、でもすごいあのテンションは高い。元気ではあるみたいな感じ。始まりました。みんな見てるかな、ちっちゃいもん、画面がちっちゃい。携帯で見ようと思ったら画面がちっちゃい。なんか普段 iPad で見慣れちゃってるからちっちゃい。いや、青
がさすごい大変だよね。さっきまで昼夜一緒に公演やってさ、9時からショールームしてさ、明日もちっちゃいもの公演あるからさ、めちゃくちゃ大変だよね。もう本当にお疲れ様。頑張って。一人だけめちゃくちゃレッスン着だしみんななんか可愛いおしゃれな服着ての青だけめちゃくちゃレッスン着で頑張ったもんね可愛い可愛い、頑張ったねかわいいそう、さっきはさ、多分今これ劇場からやってるじゃないですか。さっきまでいたんだけどさ、まだみんな来てなかったからさ、直接会えてないからさ会えればよかったんだけどさ、先に帰ってきちゃった。あ、見てるよ、嬉しい、見てる見てる ちゃんと見てるよ。確かに前やってたよね、ちっちゃいもんの配信。なんかさ、ちっちゃいもん名前を決めようみたいな、ちっちゃいもんっていう名前決まるとこから結構配信してなかった。懐かしい。そうだ、なんかちょっと変な配信してたよねでもそのなんかわちゃわちゃ感が好き。なんかさ、研究生公演の時もさ、なんか公演前にさ全員で配信とかしてたじゃないですか。あんなん10分ぐらいしか配信してなかったのにさでもあれ本当にやってる時は、いや、なんでこんな公演開演前に忙しいのに配信してんだろうとか思ってたけど、正直思ってたけど、でもすごい今考えたらやっぱ楽しかったし、みんなで公演できてることがさ、今はやっぱりすごい嬉しいことだったなって思うから、フォローしました、ありがとうございます。しかも部品も待ってる人たちはほぼ、いや、そうなんだ、だってメンバーだって開演前はさ、メイクでめっちゃ忙しいんです。はじめまして、ありがとうございます。なんだけどさ、一斉に通知が来てね、ほんとよ。だからさ、あの配信正直何の意味があるんだろうとかって思ってた時もあったんだけど、今だから言うけどね。でもいや、めちゃくちゃ楽しかったなって思って、だって今全員で配信しようと思ってもさ、やっぱあの距離感では配信できないし、なんかほんとあの10分とか15分しか配信してなかったけど、すごいわちゃわちゃしてて、なんかふざけてて楽しかったなって思って、すごいね。モッツァレラゲームやったよ、やった。本当にあれ意味わかんなかったの、なんであんなゲームが楽しかったの。でも大人になっちゃったんですよね、きっと私たちも。でそんなゲームでさ、わちゃわちゃできるのはさ、やっぱ子供だったんだよ、みんな若かった心が。でももう今みんなで集まったら多分、いや、まあできると思うけどみんなが集まったら集まったでできるとは思いますが、やっぱ若かったなって思っちゃう。なんだかんだで、ね、あのみんなで配信するのはすごい楽しかったから。そう、いや、あのね、わかる、ちょっとなんでだろうなって思ってたし私ああいうわちゃわちゃするのすごい苦手だったから、どちらかというとなんか旗から眺めてたいタイプだから、すごい大変だったけど、でもやっぱみんなで配信できる楽しさってあるよなと思って。私なんかこうやってさ、劇場でさ、みんなで配信してるのを見るとさ、私ドラさんのことをめちゃくちゃ思い出しちゃって。そう、なんかナナミとさ、ナナミも含めてさ5人で配信した時があったじゃないですか、劇場で。でもあれがさ最後になっちゃったから、なんかほんとあの次の日マミムメも入れて配信しようみたいな話してたんですけど、その次の日からそうやって集まっちゃダメって言われちゃったから、そう
お初ありがとうございます。ぜひフォローしてください。そうだからなんかすごい今このちっちゃいもの5人を見ててすごいなんか自分たちと重ね合わせてしまうそうだってちっちゃいもののさ名前決める時とかのさ変な変な配信とかも思ってたけどさなんかその時もなんかサラがいてみたいなんかみんながいるさ配信とかだったりしたからさそう考えたら今こうやって見てる瞬間とかもさなんか青春時計みたい振り返ったら青春って感じ。そう今こうやって5人で配信してるのもさあとあとすごいなんかいろんなこと思い出すんだろうなって思ったらもうめちゃくちゃ目に焼き付けてやろうって感じなんだけどね本当にだからすごいなんかめっちゃ懐かしい感じがします。劇場でみんなで配信してるとみんな紙コップ用意してあ、解明？解明？ちっちゃいもんじゃないじゃん。ヤヒが怒ってるよみんな。めちゃくちゃヤヒが怒ってるじゃん。その通りです。怒ってるじゃんヤヒが。そうだよね。うん。そう。でもそう考えたらなんかもうさグループの中の一つの派生ユニットとしてさ確立してるってすごくない？逆になんかみんなはさもうちっちゃいわけじゃないんだからちっちゃいもんとかやめなよとかって言うのかもしんないけどさ。本当に今ヤヒが言った通りです。もともとユニットとしてやるために名前つけたわけじゃないじゃん。あくまでもこうなんか仲良しなグループとしてさ名前つけてたわけだからさそれが今こうやってちゃんとユニットとしてさなってるそのことの方がすごいわけじゃないですかね。だからやっぱそこを考えてほしいってことだよねきっとね。それは怒っちゃうよそうトイロと一緒本当にそう。もうだってこれからレトロさん卒業したら3人になっちゃうんだよ。でも3人でも心はね10人って10人トイロっていう名前がついてるわけじゃないですか。3人になったからって3人3色なんて言わないでしょってことですよね。いやほんとでもトイロさんも言われたのかな10人から。でもそっかその時は10人じゃなかったのか。もう10人トイロっていう名前つけてる時点で10人じゃなかったのか。もう8人ぐらいだったのかな。そっかだからトイロさんはもともとそれを言われる感じではなかったけどでも考え方としてはでもそういうことだよね。トイロさんと一緒ってことだよね。そうだよね。どうする？あもう大人だよってそうだよね。あの時点でもう8人だったからそれでも10人トイロっていう名前つけて今でもね定着してるしね。子供の喧嘩かわいいかわいい。あんたたちまだ子供だよ。タケノコの里の味は忘れないよ。子供だわそんなんもうかわいい。でもそうなんだよね。だってみんなもう成人だよ。18歳成人だからさ青が誕生日迎えたらみんなちっちゃいもんも成人になっちゃうんだよ。恐ろしいよね本当に。あんな中学生だった子が成人だなんてっていう話を今日してたんですよ。なんか青が今日すごいあのピメナソ公演の時に青は赤ちゃんって言われてて、そうでそれでなんか何の話なんかその後公演終わって着替えてる時にもう一回その話になって青赤ちゃんだねみたいな話をしてたら青赤ちゃんじゃないもんもうだって18歳ですよみたいな成人だねっていう話をしてたんですよ。そう、ま、本題です
緒するよね。緊張するよね、そりゃね。2年半いてくれてもいいんだけどさ。楽しい。緊張するよね。止まっちゃった、ショールーム。やだー、なんで止めるの。今一番聞きたいところなんで止めないでよ。みんなの悲しみによってショールームが止まってしまった。動かなくなっちゃった。ま、画面が真っ暗になっちゃったよ。めちゃくちゃ大事な配信なのに入れなくなっちゃった。画面真っ暗になっちゃった。コメントだけ見れるんだけどさ、画面が全く見えなくなっちゃった。誰かどうにかして、この真っ暗な画面どうしたら治るの。あ、ついた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 。あ、つきました。よかったよかった、ついた。なんかでもこんだけさ、卒業発表でもみんながすごい明るくいてくれることがすごく、なんだろう、ちょっとだけ心のね、なんかなんて言ったらいいんだろう、心があったかくなるじゃなくて心に余裕があるっていうかな、言葉が出てこないけど、なんか卒業発表こう重くなる感じじゃなくて、なんかすごい卒業って前向きなことなんだなっていう風にこう改めて思わせてくれるっていうか、なんかどうしてもね、こう卒業発表その場で聞いちゃうとさ、こう気持ち的にすごく悲しくなっちゃうんですけど、でもこう周りのみんながこうあと2ヶ月半あるしねって明るく言ってくれてることが、なんかこっちもさ、そう、明るく前向きに受け取れるっていうか、そうだよねって、あと2ヶ月半あるもんねって、すごい前向きな卒業なんだなっていうのが伝わってくるから、そう、でも寂しい、めちゃくちゃ。スイーツ部からまたスイーツ部から部員がいなくなってしまう。そういう理由でコップがあったの、かわいい。かわいい。そんな理由でコップ置いてたの。
業発表って緊張するよね。そうでもスイーツ部からまたね部員が減っちゃうのがすごい寂しい。だってこの前さ愛ちゃんのさ卒業スペシャルでさみんなで一緒に愛ちゃんのことを送り出したばっかりなのにさまたなんか悲しい本当に悲しい。なんかスイーツ部はすごいさ明るくねなんか卒業スペシャルだみたいな感じですごい豪華な感じでやるけどやっぱ寂しいですよねめちゃくちゃ。でも愛ちゃんの時はそのリカさんと日向さんが一緒に来られなかったからテラヒナのねもしまたこういう卒業スペシャルみたいなのでスイーツ部で集まる機会があればその時には絶対みんなで参加したいしなんか少しでもスイーツ部で一緒に活動できてよかったなって思ってもらえるなんか最後の回にしたいな。でもその前に一緒にロケに行きたいんですよね。テラヒナとまだ一緒にロケ行ったことないからめちゃくちゃ行きたい。なんだっけ1個前この前この前でもないんだけどあの一つ前のさラジオの時にそうつぐみさんとテラヒナと一緒にねエサコエサだったんですよ。そうその時に確かそのラジオの収録の次の日が愛ちゃんとテラヒナの2人ロケの日でそうえ明日ってあれスイーツ部のロケだよねってテラヒナに話しててえどこ行こうのってめっちゃ聞いてたんですよ。そうだからそうテラヒナとロケ行きたいし、まあ、もしねなんか卒業スペシャルみたいな感じでまたロケに行く回があるのであればその時はやっぱスイーツ部みんなで行きたいなって思います。でも本当にさあのもちろん加入したばっかりの時からたくさんお話もするんですけどスイーツ部に入ってから多分より一緒にいる時間が長くなったのでそうだから本当になんかスイーツ部で一緒に活動できてよかったなって思ってるからそうだからスイーツ部としてねロケに行きたいな。でもテラヒナってそうか愛ちゃんとロケえ待ってテラヒナってさスイーツ部のロケまだ1回だけ愛ちゃんと行った回と愛ちゃんの卒業スペシャルだけじゃないけまだほとんどの人と一緒にロケ行ってなくない？なんか待って私もテラヒナと一緒にロケ行きたいけど個人的にはハルと2人で行ってみてほしい私もテラヒナが卒業しちゃう前に一緒にスイーツ部のロケは行きたいけど個人的にはやっぱちっちゃいもの2人でハルと一緒に行ってるのをちょっと見たいなって思う。うんね、そうだよね。いっぱいロケ行けるといいな、あと2ヶ月半の間に。ね。ね、そうだよね。世に放たれてない。いやそうだよね、卒業発表やっぱ直で聞いてあ卒業しちゃうんだってなっちゃうよね。かわいい。でもそれ想像したらめちゃくちゃかわいい。やっぱだってさちっちゃいもんとしてさいろんなことを一緒にやってきてるわけじゃないですか。もちろんなんか私たちも一緒に研究生としてずっと活動してきたわけだからもちろん寂しい気持ちでいっぱいなんだけどちっちゃいもんとしての活動の方がさやっぱりものすごく多かったからさみんなからしたらもっとなんかもう想像できないぐらい本当は寂しいんだろうなって思いますよね。こうなんか配信見てるとすごいなんかほのぼのというかなんか笑顔だけどこっちまで笑っちゃうけどなんか
本当いつも通りのちっちゃいもんの配信見てるみたいなぐらいにと錯覚するぐらいにだけど、でも本当に多分いざ実感が湧いた時には誰よりも寂しいと思うから、ね、なんか今はこうやって微笑ましく見れてるけど、なんかどん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 近づいてきたらより寂しくなるんだろうなって感じです。でも本当4月からさ、テラヒナもすごい新しいことをねまた頑張ってて、学校にね進学してたりとかもしてたから、新潟ちっちゃいもんって何何、新潟ちっちゃいもんあ、新潟のね近辺にいる人たちでね、そういうことねそんなことないんかい一回もないって聞く、やばい何の話してたか忘れちゃった、何だったっけ、あれ私何の話をしてました、あーそうそう、テラヒナね、そう4月から進学して新しいことも頑張ってるところだったから、やっぱりね両立も本当に大変だと思うしね、なんかもう本当にそれだけですごいことじゃないですか、進学とこの NGT48 の活動を一緒にやろうって、だって7月いっぱいってことはさ、少なくとも半年は半年ないぐらいか、4月からだから、そうだからそれまではさアイドル活動と両立しなきゃいけないわけじゃない、でもうすでに両立してるわけじゃないですか、本当になんか大変そうだなって、そんな私もテラヒナと一緒によくお仕事してるわけではないから、なんか学校のあとお仕事来てるみたいなのにこう一緒に出くわしたことはないんだけど、なんかテラヒナあの日は学校らしいからみたいな話はちょくちょく聞いてたので、だから本当にすごい、それだけでもすごいこと、グループ活動とこうやって両立できることは本当にすごいことだと思うし、あ終わっちゃった配信終わりました終わりました、そうだから両立しようって思っただけでも本当にすごいことだからさ、でもそれを、まあ、これからはグループ活動からは7月末で離れてしまうけれど、でもその分もうすでにこうやりたいことが決まってて、一つもうね今両立してる段階だから、きっとこう卒業してそのもう一つの今頑張ってることに対してもっともっとこう力を注げると思うし、でその中でさっきテラヒナも言ってくれてたけど、グループ活動の中でのことも生かしていきたいっていう風に言ってくれていたので、なんかこれからのテラヒナのためになんかもっともっとこう頑張ってくれるんじゃないかなって、その頑張ってる様子は卒業してたら私たちは見られないかもしれないけど、でもそうやって今現時点で頑張ってることがさなんか分かってるじゃないですか、今そうやって両立して頑張ってることが、だから本当になんか卒業して何するんだろうみたいな、きっと不安もいっぱいあると思うけど、でも頑張ってることがもうさ明確にあるから、それはやっぱりみんなには背中を押してほしいなって私は思うし、そうやってもちろん両立も大変だと思うけど、それ以上にどっちかのね道に一本絞らなきゃいけないってもっともっと大変なことだと思うんですよ、両立することも大変だけど、なんかそれをどっちかに決めようって、それもさすごく大きな決断なわけじゃないですか、もう卒業ってそういうものかもしれないけど、もうその中でそうやってこうグループ活動はもうだって中学3年生からやってるからね、だってその時からもうさ学校との両立をしてたわけじゃない、中学生の頃から、だってそこで中学生の頃からアイドルをやってきて、もうアイドルはすごくもう充実してたってテラヒナもさっき言ってくれてたから、なんかこの段階でこうやって今度はこっちの道で進みますっていうのがこう見えてることがすごくかっこいいなって思うし、そう
なんかやっぱりさ、まあ、サラの時もそうだったんだけど、本当になんか自分よりもなんか先輩の卒業を見送るのは、まあなんだろう、覚悟してたことだし、あるかなって思ってたけど、こうなんかサラの時もそうだけど、本当に自分よりも年下の子、同期で年下の子の卒業をこうやって見送ることがあるっていうのがなんかまだ信じられなくて、そう信じられないんだけど、でもなんかすごいことだなって、私は純粋になんか私でさえも将来やりたいことなんてまだ全然決まってないし、なんかこうすごいグループ活動の中ですごくまあ不安になる時もあるんですよ。やめたらどうしようとか思う時もあるんですけど、その中でこう次に進むことを決心してやりたいことがそうやって決まってる人たちって本当にかっこいいなって思うし、なんかそれがこう自分の同期だったりとか自分よりも年下のメンバーだったりすると余計に本当にそう思うから、だからこうやってねすごく決断のいることだったと思うんですけど、なんかすごい純粋にかっこいいし頑張ってほしいなって思うので寂しいんですけど、あと2ヶ月なんか本当に、でもさ3期生が入ってきてくれる楽しみな反面、本当にどんどんメンバーが卒業しちゃうことが私は寂しくて、なんか、まあ、今月はね卒業公演がないんですけど、来月にはゆたろうさんが卒業しちゃうし、なんかそのすぐ後に寺ひなって思ったら、もう本当になんで毎月卒業公演なのって思っちゃうんですけど、本当に悲しい、それが嫌だな。なんかやっぱりそれぞれ卒業していくメンバーって次にやりたいことがあってちゃんと夢を持って卒業していくから、なんかそれはすごくこう背中を押してあげたいなって思うし、なんかこうやっぱ卒業のさドレス姿とか見るとさ、あかっこいいなって、めちゃくちゃやっぱ綺麗だしって思うけど、本当にもう毎月月末が来るのが怖いなんかもうすごいお給料なくなる人の発言みたい、毎月月末が来るのが怖い請求が来るとかめっちゃもう、でも そんなもんじゃないよ本当に、仲間がね毎月減るってそんなことありますか。いや本当にみんな次の夢に進んでいくわけだからさ、悪いことじゃないんですけど、悪いことじゃないんだけどさ、なんかもうだってこの前のアルバムの発表ですらさ、あの日は嬉しい報告だったけど、みんななんかもうビクビクしちゃうじゃん、全員で集まるからなんかあるんじゃないかなとか、卒業が悪いことじゃないけど、でもそうやってなんかもう 毎月卒業があるって思っちゃうとさ、なんかもう次はってなっちゃうからさ、それがすごいねやだな、だから身構えちゃう。そうなんだよね、やだな。今月だから、今月は卒業公演がないから、なんかこうまあゆたろうさんがもうすぐ卒業しちゃうけど、こうちょっとなんか心のどこかに余裕があったっていうかちょっと安心してたところがあったんですけど、その気を好かれました今月卒業公演ないけど、また来月と再来月に卒業公演があるって思ったら、もう本当にやだ、卒業してほしくないみんな卒業してほしくない、やめです、キャプテンの権限で禁止。でもそれはやっぱそのみんなそれぞれ夢を持って、ね、卒業するので、それを止めはしないんだけど、
今日も心の準備してたけど、いやそうなんだよね、私もそう。そうなんだよね、確かに。そっか、寺日奈前太郎さんも新潟メンバーだから、そっか、また県内のメンバーが減っちゃうんだね。県内のメンバーあと何いんの？え、だってさ、一期生ってあともうだって、あれ、スモアの二人しかいなくなっちゃうじゃん、ゆうたろうさん卒業しちゃったら。ひなたさんとつぐみさんと一期生でもドラさんが二人、私と会議と一期生がななみとヤヒとユウとハルとかですよね。8人しかいないの、半分、恐ろしいんだけど。え、8人しかいないんだけど、新潟のメンバー3期生がね、なんかどこの県の人が何人入ってくるかとかわかんないけど、それがちょっとまだわかんないけどさ、8人しかいなくなっちゃう。少ないね。フォローしまいてありがとうございます。寂しい。でもどうだろう、寺日奈が卒業する前に3期生に会えるかな。なんか本当になんか愛ちゃんもさ、卒業する前に3期生に会えるかなって思ったけど、全然、だって私たちですらまだ会ってないし、もうあゆ太郎さんですら会えるのかなっていうぐらいだからさ、3期生に会えるかわかんないけどさ。でもさ、寺日奈の、え、待って、じゃあさ、寺日奈の代一人もいなくなっちゃうじゃん、3期生、3期生でその今18歳、18歳の子が入ってこないと、その年齢の子がいなくなっちゃうってこと。だからもうだって後から入ってくる人たちでしかいないじゃん、あと3期生しかいない18歳の人。でも寺日奈もね、ずっと同い年がさ一人だったからさね。そうだよね。でもそう考えたらなんか3期生が入ってきて、ちょっとでもね、なんかまあそんな仲良くしろとは言わないけどさ、でも仲良しになれるんじゃないかなって思うの、年やっぱ一緒とかだったら。だから3期生に会ってほしいな。7月末とかだったらギリギリ会えそうな気もするけどね。あゆ太郎さん、そうか、あゆ太郎さんもそうか、もともとゆかさんとみなちゃんと3人だったから、しかいなくなっちゃうんだ。なんかもうどんどん、だってもう、しかもあゆ太郎さんの代はもう入ってこないじゃん、年齢的に。もうそうなんだね、少なくなるね。いやそうなんだよ、だからさ、いやでも本当に私のなんか寺日奈のね、すごいなって思ったところは、あの研究生公演の時の話なんだけど、待って、これ卒業公演とかに撮っといた方がいいと思う、まあいいかなんかその研究生公演をやってる時にね、寺日奈がヤヒのポジションに入ってくれた時があって、でその時になんかもうめちゃくちゃ振りが綺麗だったの。私ヤヒのすぐ後ろとかで踊ってたから、研究生公演の時ずっと。なんかこう、もちろんヤヒってめちゃくちゃダンスが上手じゃないですか。だからなんかヤヒっていつも研究生公演の時に振りが大きくてめちゃくちゃダンスがバキバキでかっこよかったのね。でもヤヒが出れなくって、寺日奈がそこに入ってヤヒのポジションで何回か出たのよ。でその時にめちゃくちゃね、寺日奈のダンスが綺麗で、なんかヤヒのダンスのなんか綺麗とかバキバキとはまた違って、なんだろう、なんかほんと一切癖がないのね、寺日奈のダンスってめちゃくちゃ綺麗なのよ。なんかほんとにみんなそれぞれ個性が強いのよ、いい意味でも悪い意味でもなんだけど、寺日奈のダンスってめちゃくちゃ綺麗なのよ。
なんかこう、そう本当に癖がなくってね。え、そう、振り覚えるのもめちゃくちゃ早い。そうだから、なんかそのヤヒがお休みしてて、そこにテラヒナが入った時に、その私の目の前にいるテラヒナをね見て、本当に動きがめちゃくちゃ綺麗で、その時になんか安心感がすごいあったのね。なんか今までこのヤヒがずっと研究成功のセンターをやってくれてて、でその中でテラヒナが急にこう入ることになって、多分絶対緊張するじゃないですか。こう突然さ、ヤヒのところに入ってて、しかも研究成功のセンターってさ、絶対緊張するじゃないですか。でもなんかすごい後ろから見てて安心感があったし、すっごい振りが綺麗で、なんかその時になんか、あ、負けてられないなって思ったんですよ、テラヒナのダンスを見て。そうで、本当になんか振りとかに、振りがめちゃくちゃ正確なの、綺麗で。そうで、覚えるのも早いから、でしかもなんか間違ってても絶対教えるの優しいのよ。だってテラヒナが怒ってるとこ見たことあります？めちゃくちゃ優しいんだよね。だからダンスにおいて、いや本当になんか2期生みんなダンス上手だし、みんなダンス教えてくれるのも上手だしなんですけど、本当にだから本当みんなダンス上手だけど、テラヒナがいなくなっちゃうっていうのはすごい寂しいなって思うし、これから3期生が入ってきた時になんかこうお手本になってくれる人って2期生の中にめっちゃいっぱいいるので、ダンスみんな上手だから。でもテラヒナも絶対その中の一人だと思うし、なんかだから3期生が入ってくる前、あ、違う、辞める前に3期生のみんなには会ってほしいなって思うし、なんかちょっとでも一緒にね立つステージがあったらなってすごく思ってて、なんか絶対さ、まあ、テラヒナに限らずなんですけど、あの一緒のステージに立って刺激を受けることっていっぱいあると思うんですよ、これから入ってくる3期生にとって。でその中でもやっぱこう卒業控えてるメンバーからは、私もそうなんだけど、やっぱ先輩が卒業してっちゃうとさ、それ以上その先輩から得られるものってないじゃないですか。もう本当に一瞬でも一緒に立ってた時間とかでしかないから、なんか本当にもしも会う機会とか一緒にねステージ立つ機会があるのであれば、本当にこのテラヒナとの時間は多分他のメンバーよりもより短いと思うから、いろんなことを吸収してほしいなってすごい思うし、それこそこれからあの入ってくる子たち、3期生の子たちは若い子が多いと思うし、まあ、テラヒナの同年代の子もねもしかしたらいるかもしれないし、そうなるとやっぱ学業とのさ両立ってさ、こう絶対に変わってくることじゃないですか。そうなった時にもうだってこうメンバーの中で中学生の頃からずっと学業と両立してきて、でその高校卒業した今でもそうやって両立をしてるわけだから、一番のお手本になる、誰よりもお手本になるじゃん、そこに関しては。だって誰も今まで進学とかしたことなかったから、本当にそのテラヒナにしか教えられないことっていっぱいあると思うし、でそこから、まあ、テラヒナがこうやって両立してたけど次の新しい道に進むって、そのもうその決意をしてる子だからこそいろんな選択肢があるんだよって、その今はそうやって両立を頑張ってるかもしれないけど、その両立頑張ってるからこそ新しい道もたくさんあるんだよっていうのをちゃんと教えられる先駆者になってくれると思うんですよ。だからなんかこう3期生にはなんか早めに入ってきてほしいじゃん、なんてライナーが辞める前に3期生のみんなとは会ってほしいなって思うし、なんかそこで伝えられること、テラヒナにしか伝えられないことっていうのが
いっぱいあると思うので、なんかね、ぜひいっぱい教えてあげてほしいなって思う。でも本当にすごいよ。私両立1年間しかしてなかったから、高校3年生の。そう、しかもなんか一応高校3年生の時に進学を考えてて、なんか受験とかもしてたんだけど、まあ、面接だけど受験とかもしてたけど、今考えたら絶対両立なんて無理って思うしなんかいや、私はアイドルの、そう、両立のことも考えたけどアイドルの道を選んでよかったなって今は思ってるし、でもそれは本当に人それぞれじゃないですか。で、私は多分両立しようと思ってもできた自信はまるでないから、だからそれをなんか叶えてるだけでも本当にすごいことだし、だってただでさえ高校生の1年間両立してきた無理って思ったもんそれをさ中学校3年生からさしてるなんて本当にすごいよ。だからそれを教えられるのはテラヒナだけだと思う。アルミビビはどうすんの。確かにね、本当にそうだね。なんかアルミさんともさ、今でこそこうやってさ応援ソングがあったりとかさ、いろいろ一緒にやらせていただいてるけどさ、何が一番最初かってきっとテラヒナの存在があったからだと私は思ってて、もちろんそれだけじゃないのかもしれないよ、大人の方々がたくさん動いてくださってなんか今に至るかもしれないけど、でもその中でもテラヒナのあの存在って本当に大きいと思うんですよ。テラヒナがここまでこうアルビービーさんのコラム書いたりとかしてなかったらコラボソングとかなかったんじゃないかなって思うし、フォローしました、ありがとうございます。いや、だからすごいよね、本当に。どこにそんな時間があんのって私が聞きたいだって勉強する時間があってさ、普通に活動、アイドルとして活動する時間があってさ、でもコラム書くためにはバスケもちゃんと見てなきゃいけないわけじゃないですか。バスケの試合をさちゃんと見ててさ、それを元にコラムとか書くわけじゃない。どこにそんな時間があんのって私は聞きたいんだけどだからそれだけさ時間のさ使い方が上手な人じゃないとやっぱ無理なんだよね。でもさ、このだってアイドルのお仕事ってさ、ものすごく時間が不規則じゃないですか。なんかこんなにも時間が不規則な中でいろんなことと両立できるってめちゃくちゃ強みだと思いません？もうこの先どんな仕事に就こうがなんかもうどうとでもなると思ってる私はアイドル以上にこんなにも難しいなんか時間の使い方ってないと思うんだよね。だって SNS とかもさ更新してさ、本当にどこにそんな時間があんの。私同じテラヒナと同じ時空過ごしてるかなって思いません？本当すごいよ。だから本当にもうアイドルとしてここまで中学3年生から両立してきたんだから、もう何にでもなれるよって思っちゃう。どの口が言ってんだって思うかもしれないけど、本当になんかもうアイドルでここまで両立できたらもうどんなことでもできるんじゃないかなって私は思うから、すごく背中を押してあげたいなって思うし、なんか頑張ってほしいなって思う。今頑張ってることがあるからこそね、そう頑張ってほしいなって思います。フォローしました、ありがとうございます。今日の声も来てくれてありがとう。いや本当にすごい、なんすごいよ本当だから、まあ、今回はこういう形で卒業発表がありましたけど、こうちっちゃいもののみんなもすごくなんか前向きにこうすごく卒業に対してこうみんなが明るくねショールームではしてくれてたし、まあ、これからまだその前に卒業するメンバーもね控えてるので難しいんですけど、こちら、うん、その残される側としてはすごく難しいんですけど、でもやっぱりテラヒナには残された2ヶ月半はすごく
頑張ってほしいなって思うし、こうやって寺ひながいてくれたおかげできっと RBBB さんとかのお仕事にもつながってると思うので、そうやって寺ひなが頑張って来てくれて残してくれたものは私たちが多分つないでいかなければいけないと思うから、この2ヶ月の間に私たちが寺ひなから教えてもらうこともいっぱいあると思うし、ぜひ私的にはこの3期生のみんなにも寺ひなが卒業する前に会ってほしいし、寺ひなにしか伝えられないこととかをこう教えてあげたり吸収してほしいなってすごく思っているので、本当にこう3期生の加入もこれからねこう控えていて、卒業していくメンバーが本当にどんどんいて、こうグループが変わっていく時なんだなってすごく改めて思うし、やっぱり今の NCT48 をみんなには好きになってもらってると思うから、そうやってどんどんグループが変わっていくことに対して私もすごい不安だし、そのグループのキャプテンをするってなったら余計にすごく不安なんですけど、でもなんかその3期生にはすごく未来しかないと思うし、こうやって卒業していくメンバーもちゃんと次の夢があって卒業していくと思うので、そのグループにとっても卒業していくメンバーにとってもきっとこういいことしかないと私は思ってるので、なんかこうなかなかね、私もこのどんどんメンバーが卒業していくことに心が追いつかないし、みんなもなかなか受け入れがたいことではあると思うんですけど、こうグループにとっても卒業するメンバーにとってもこうプラスというか明るいことだと思って、こう卒業していくメンバーをこう私たちと一緒にみんなが背中をね押してあげれたらいいんじゃないかなって思います。でも私がねキャプテンになってから初めての卒業発表なんですよ、寺ひなが。やだ。お話しました、ありがとうございます。そうなの、だからなんか今日初めて自分がキャプテンになってから卒業発表を聞いて、なんかねその門さんが卒業される時はもう門さんの卒業発表の前に私もその自分がキャプテンになることも含めて聞いていたから、なんだろう、ちょっと心の準備ができた部分もあったし、そのあゆ太郎さんの卒業発表の時はその私がキャプテンになることはもう決まってはいたけど、まだなんか門さんがいたからどこかでこうちょっと安心感というか、なんかもちろん同じメンバーとして卒業していくことはすごく寂しいんですけど、なんかね、今日初めてキャプテンとして卒業発表を聞いて、なんかねちょっと気持ちが違いました。なんか具体的にどう違うかって言われたら言葉には表せないけど、なんかこうなんだろう、これから自分が引っ張っていかなきゃいけないグループの中で一人いなくなってしまうんだなっていうのがすごい、なんかねちょっとだけそのあゆ太郎さんの卒業発表を聞いた時とはちょっと感覚が違うなって思いました。キャプテンの宿命なのかな、そのなんだろう、でもその寺ひなが今回卒業することに関してキャプテンとして相談を受けたとかではないので、そうだからまあこれからまたね、そのなんだろう、卒業決めるのはさやっぱそれぞれだから、そのキャプテンに絶対に報告しなきゃいけないみたいな今までももちろんなかったし、だから私も本当にこれから先相談してくれる人がいるのかもう分かんないけど、でもまたそれもそれできっと自分の気持ちが違うんだろうなって思うし、でもなんかその自分が知らずに卒業発表を受け入れることも相談を受けた上で卒業発表を聞くのもなんかそれはキャプテンの宿命なんだなっていうのをすごく今感じてます。
でも本当にそのたとえ自分がこう卒業に関して相談された身であっても、あのこう相談とかはなくこう聞く身であっても、やっぱりそれはあのどっちのことであったとしても引き止めるつもりはなくて、誰が卒業発表しようとか卒業考えてるとかって話があったとしても、なんか別にそれを引き止めるつもりはなくて、なんかそれってそこまでして本人が決めたことだから、なんか私もそうなんだけど、なんかそこまで決断するためにすごく時間がかかると思うのね。だからそれをなんかそんな安易に引き止めたくないし、私は引き止められたら揺らいじゃう性格の自分が、だからなんか人にそれをしたくないなって、ここまで時間をかけていっぱい考えた上でその決めてる卒業だと思うから、なんかそういうことはあっても私はしたくないなって思ってるから、うん、そう。だからその相談があってもなくてもなんか前向きにというか受け入れるかなって思います、はい、でも本当に寂しい。やっぱさ、何が寂しいってさ、そのさっきもさ、まだ寺ひなの卒業発表の前にさ言ったけどさ、そうやって研究生公演の時にさわちゃわちゃしてたりとかさ、なんかそういうのがすごく懐かしいってさっきも言ってたじゃないですか。なんかこうユニット公演になってさ、そういう時間っていうのがすごく減って、なんか同期だったはずなのに全然会わないとかあるから、そのそれこそ寺ひなとかは本当にそうで、私スイーツ部でねこうやってちょっとずつ一緒になることは増えてたけど、本当にユニット一つも一緒じゃないから一緒にいる時間っていうのがすごく減ったんですよ、やっぱり。だからなんか、あ、もっといっぱい会えてたらよかったなとかって、絶対多分ファンの方もそうかもしれないけど思うじゃないですか。なんかこうやって卒業発表があってから、あ、もっといっぱい会えたらよかったなとか思っちゃうじゃん。でもそれがさ、そもそもできる状況じゃないっていうのが一番悔しくて、こう研究生公演とかって一緒に公演をしていた中で、一緒に公演してるのに全然喋らなかったとかだったらすごい後悔するかもしれないけど、そもそも会うタイミング全然なかったの、一緒に公演したりとかもないから。それはもう本当にここ最近卒業していったメンバーみんなに言えることなんですけど、だからなんかさ、後悔しようにもさ、そもそも会える機会がないみたいな感じだから、本当にだから一緒に会える時間とか全員で何かやるってなった時の時間ってすごい大事だなって思うし、なんかそれが、そういう時間がなかなか取れないからこそ卒業公演がそうなっちゃうんだよね。それがすごく悔しいなって思ってて、なんか卒業公演までみんなで一緒に何か思い出を作るとかってできないのっていう、それがすごく悔しいことだなって私は思いますね。なんか卒業する前に思い出作ろうとかって言うけどさ、みんなで集まれる機会なんて全然なくて、それが卒業公演って、まあ、そのための卒業公演なのかもしれないけど、でもそうじゃないじゃんみたいな思いはすごくね、ここ最近の卒業公演をやってて思う。でも本当になんか寂しいけど、寺ひながたくさん考えて決めたことだと思うし、きっとすごい前からたくさん悩んでたと思う。それこそだってさ、進学、今はさ両立してるけどさ、両立してる段階でこうやって卒業発表するってことはさ、両立する前、入学する前とかさ、進路を決めてる段階でさ少なくとも迷ってると思うのね。それがこの発表のタイミングが今になったっていうだけであって、
この両立をした上で卒業考えてるってことは、その前にも絶対考えてるポイントっていっぱいあったと思うから、そうだから、でもそれだけ考えて両立することも一旦視野に入れて両立していった上で今回の卒業だと思うので、多分それだけずっと考えてたことではあると思うから、そうだから前向きにね、ファンの皆さんもと思ってほしいし、まあ明日ねちっちゃいもの公演があるので、で明日の公演にさ入るファンの方々っていうのはさ、この卒業発表がある前にもうすでに抽選で決まってる方々だから、多分すごく気持ちの整理もね、明日だから明日公演があるので気持ちの整理っていうのがすごく、ま、つけにくい、つけるのが大変だと思うんですけど、でもさっきのちっちゃいものみんなの配信をね見てても分かる通り、本当になんか明るい感じというか、こうマイナスな意味での卒業ではないっていうのはすごく伝わるので、なんか明日入る方もねいらっしゃると思うんですけど、なんかこう背中を押してあげてほしいなって思います。もう発表した以上はそれこそ本当になんかなんでやめるのとか引き止めるようなことを言うべきでは私はないと思うし、もう決まったことであればみんなにはね背中を押してあげるような言葉を言ってほしいし、明日の公演見ててきっと複雑な気持ちにもなっちゃうかもしれないんですけど、でもきっとちっちゃいもののみんなはなんかそういう気持ちで公演やってるわけじゃないと思うので、純粋にこう頑張ってる姿をみんなに応援してほしいなって思うし、まあね卒業を控えた以上は残り少ないその今の5人でのちっちゃいもんの公演になるとは思うんですけど、そのだからこそみんなにはいつも以上になんか盛り上げてきてほしいし、私は劇場にいないからみんなに明日行く方々には絶対に盛り上げていってほしいし、もう噛み締めてほしいだからね、ちょっときっと寺ひな自身もすごいちょっと複雑な気持ちでステージに立つことになるんじゃないかなって思うの。特にその明日公演に入る方々はね、まだ卒業発表知らない段階で申し込んでるからこそ、多分本人もいろんな思いがあると思うから、みんなは明日公演に行くみんなは明るく盛り上げてきてくださいというわけで、じゃあ10時になったのでね終わりにしたいと思います。ちょっと寺ひなもね配信してるところにねかぶせて申し訳ないはい、というわけでじゃあ今日はこれでショールーム終わりにしたいと思います。すいませんね、みんな寺ひなの配信見たいだろうに私の配信なんか見に来てくれてありがとう、かぶせてしまって申し訳ない。あとまあ、話は変わりますが公演ありがとうございましたもう一回話は戻って、私の公演ありがとうございました。色紙もね大事にしますね。次は17日なので頑張ります。あと25日のドラさん公演も、私そっちの方がやばいんだよね、本当にそっちの方がやばい。4ヶ月ぶりだよ、誰が覚えてるっていうのよ頑張ります、頑張ります4ヶ月ぶりまあまずは17の相撲はね、17の相撲は頑張ります。というわけでじゃあランキングを読んで終わりにします。13位クリキントン千代川さんありがとうございます。12位まさみんさんありがとうございます。11位サバサンドさんありがとうございます。10位ラマさんありがとうございます。9位キャンくんさんありがとうございます。8位ヒーローさんありがとうございます。7位ガトランティスさんありがとうございます。6位ホシーさんありがとうございます。5位トシさんありがとうございます。4位トシーさんありがとうございます。3位マーチーさんありがとうございます。2位コアイガメダさんありがとうございます。1位タカさんありがとうございます。そうだそうだ皆さん、そういえばなんだけど今日の丸のリアッパーご覧いただけましたのご覧いただけましたの？そうでしたそうでした、ブラックバードさんをね紹介させていただいたんですけど、西区にある
私も何回かインスタに載せたことあるんですけど、もう本当にあの枝豆フレンチトーストがめちゃくちゃ美味しいので食べてきてくださいそしてね、明日にはガタログが公開されて、私のあのたまちゃんさんと一緒に行ったサドロケの旅の様子が明日公開になりますので、ちょっとね今回ミュージックビデオもサドで撮影させていただいたんですけど、またミュージックビデオのねまだオフショットとか載せられないから、その分今回のねサドをね、あのサドの旅カタログでのサドの旅をあのたくさん皆さんにはね先に満喫していただきたいですし、私もちょっとまだ MV のオフショットを出せない分、カタログのオフショットをいっぱいこれから投稿していこうと思うので、明日のカタログも楽しみにしていてください。はい、というわけで長くなってしまいましたがありがとうございました。この後メールとか送りたいと思います。初見なのにごめんね、終わっちゃいます。フォローしておいてください、ぜひ。それではありがとうございました。